支援をする、まあ、そういったことが主任務になります。ただし、まあ、自衛艦隊はやっぱり主任務の他にもやはり、災害支援や、人道支援そういった活動にも、まあ、従事しておりまして、まあ、要はいろんな任務を、実施しているって感じです。標的、先ほど説明しました標的を、はい、発射する、甲板になります。あのこの白いやつがその目印ですね。でこの、今防いでますけどこのレールみたいなところをあの標的の課題が移動して、標的発射位置まで移動するためのレールになります。ちょっと危ないので今防いでます。はい、であそこの後ろのあの部屋ですね。あの部屋、窓がついてるあの部屋で、標的の発射および HS の発着艦の、完成をしている。で、あの皆様から見てこの左手側、黒いホースがあります。まあ、ああいったもので、燃料の、入れたり抜いたり、そういったことも、やっていくという流れです。でこちらの中が、格納庫、標的や HS を格納するための、場所になります。皆さん、すいません、お泊まりになってます。あ、どうも、はじめまして、久留米艦長の豊山と申します。この久留米という船は、彼からまた説明あると思いますけど、後ろにあります、チャッカー3という航空標的です。あれはあれを飛ばしてですね、あれに対して護衛艦がミサイルを撃つというのがの支援をするのが我々のまあ主たる任務となります。で、この標的ですね、いくらそこそこするんで、そこそこするんで、ミサイルというのはちゃんと飛んで標的もまっすぐ飛べば当たるんです。当たると壊れちゃうんです。もったいないんで、当たる前にちょっと外して当たらないんです。でもある程度近づけば、あ、このミサイル当たったねとかいうちゃんと評価ができるような、まあ、装置を持ってきて、で、評価をします。で、じゃあその外したミサイルどうするかというと、ちょっと高くちょっと上げて、で上の方でパラシュートをして、で海の上にパラッとゆっくり落とす。そうすると壊れない。で壊れないでちゃんと波間に漂ってるやつをこっちがまた拾いに来て、で上にですね、ちょっと水にクレーンがありますので、あのクレーンに紐をつけて、電気クレーンをして、リサイクル。はい、というようにですね、皆様 の大事な税金をお預かりしているですので、そこはしっかりやってるはずです。はずですって私が言っちゃいけない。やってますって言われてる。はい。ということで、今日はですね、このクレーン支援艦というのはクレーンにしかないものですから、なかなかこちらに来ることもないなと思います。せっかくなんで、ちょっとゆっくり見ていただければと思います。よろしくお願いします。ではそのまま標的の方にお願いします。先ほどありました、チャッカーという標的、まあ、
ちょっと上看板上じゃ見づらいんですけど、あそこにちょっと覆いがかかってるジェットを搭載しておりまして、大体マッハで飛んでいくというする装置なんですけど、ミサイルがどこら辺で飛びましたよっていうのを、これをあそこの覆いがかかってる機械で、あのミリ単位で操縦できる、あの腕を持った方々がおりまして、まあ、よく今回はお見せできないんですけど、まあ、映画とかで見るあの 青くて薄暗い部屋あるじゃないですか、 CIC コンバットインフォメーションセンター CIC っていうんですけど、あそこで、まあ、5分間標的関係の方が操縦して、これを訓練で使用するっていった流れ、私の仕事って紹介するんですけど、私運用長って言いまして、仕事内容が、甲板上の作業と、大砲ですね、大砲ミサイルの、射撃になります。で、私のこの船の仕事としては飛んで力尽きた標的を回収する仕事を、しっかり壊さないように回収しますんで、よろしくお願いします。はい、世界知れたら安心してくださいって船には、あと小型の船、まあ、ちょっとした外で作業するために使用するものを、もう 2隻大体積んでおりまして、はい、それが上になります。これが作業艇と呼ばれている、大体、12キロ、時速12キロぐらいで走るやつと、あと反対側に時速20キロぐらいで走るもの、まあ、これを積んで、まあ、作業支援をしていくという流れになります。ブリッジと呼ばれるところですね。で、一番正面にありますそのコンパスみたいな物体が、これジャイロレピーターって言いまして、まあ、磁石じゃなくて、まあ、地球の公転を利用した、まあ、絶対に狂わないコンパスみたいなイメージで思われてください。まあ、それ見ながら船は道路がありませんので、大体方位360度の方位で、まあ、右90度に行きたい時は90度要素のって言って、まあ、90度にする。でそれを受けてこちらの操舵員が、舵を回してそれに合わせてくる。要素ローって言われたら90度にあったら90度、要素ロー90度ってお返しする、そういった流れになります。で右に曲がりたいときは、あそこの打角受信機っていうところに書いてある通り、右は重かーし、左は通りかーし、でこの重かーしとか通りかーしってなんでこんな言い方するのかっていうと、まあ、要は聞き間違いがないようにですね、はい、右に曲がるときは重かーし、よかいで、左に曲がるときは通りかーし、はい、まあ、それで間違いないように、まあ、区で独特のイントネーションが間違いないように、存在してます。で火事が起きたときはそれを消すためはの部署が、防火部署っていうんですけど、防火で、浸水が起きたときは防水っていうんですけど、防水、防火が尻つぼみ、防水が尻上がり、防火、防水、これで、聞き間違えないように、まあ、そういったちょっと工夫をされております。で右手側にあります青赤の島が、艦長の席になりまして、メガネと用意してますので、ぜひ座って、写真を撮られてください。で左手側が司令の椅子ですね、はい、第一海上支援隊司令で、もっと偉い方が乗られた護衛艦隊司令の椅子にもなりますし、天皇陛下が乗られるときは紫色の晴れ幕をしまして、天皇陛下、あ、白か、白にして、天皇陛下が乗られるといった流れになります。右手後ろにありますが、海の地図ですね。これに、鉛筆で線を引いて、まあ、大体、自分の行きたいコースを、決めるといった流れになります。
で、あの、まあ、粘りしてますけど、その、周りに目標がいるかどうかをしっかり見るために、レーダー、レーダーと電子上の、海図、電子海図って言います。まあ、こういったものをして、大体環境に、まあ、5から8人ぐらい、立直して。で、右左に、20倍の望遠鏡があるんですけど、まあ、この一番つらい配置は、あの皆さんのお知りの通り、一番若いやつが、はい、若いやつがつらい仕事をするという、雨、風にさらされながら、大体初任会士上がったあの一等会士が、ずっと見張り報告をするという、はい、そういった流れになります。ですけど、戦争等で人がいっぱい怪我してしまったら、あの士官室を臨時の医務室にしたり、士官室の机をそのまま医務室側にしたり、はい、まあ、そのため士官室にもこういった照明用の機材が通行は用意されてるっていう感じです。まあ、今は看護長、看護の免許を持った人間が一人乗っておりまして、まあ、長期にわたる行動になると、胃管を人に乗せて、オペや診察ができるようにするといった流れですね。あの千人回想室って言われてるところなんですけど、 CPO って言われるところなんですけど、まあ、要はあの船の、初任開始から叩き上げで帰ってきてた人たちが最後行き着く、はい、檻の住む部屋となっております。実質船の生活を全て見てるのは大体千人海藻です、はい、千人海藻室がもう船をぐっと牛耳って、はい、船を引き締めてくれる、はい、そういった鬼たちの、はい、ちょっと優しそうな顔してますけど、後藤さんも、はい、千人海藻室の一員ですので、はい、あの、まあ、中は詰まってるんでちょっと別の説明するんですけど、まあ、あのこういった配管がいっぱい露出されてまして、ではそうですね、そうですね、色によって大体何があと、言ってるかっていうのが分かります。で、まあ、水であったり蒸気であったり、青は、海水ですね。各機器を冷やすために海水を入れて、はい、機器を冷やしているっていう感じですね。あとビルジであったり、はい、あの汚い水であったり、はい、そういったイメージですね。はい、どうぞ。先ほどすみませんと言いながら通っていったのが、あの鬼のトップ千人五丁になります。千人五丁です。はい。で、あの廊下に ところどころあります。こういった明かりがライトがあるんですけど、これが取り外しできる照明になりますね。これが電源が落ちたら勝手にライトがピカーって光るようになってまして、でこれあの。ひねったら持ち運びをできるようになってます。抜いて持って歩けば、これ持って歩けます。これをブチって取って持って歩けば、内蔵のバッテリーで光って、なのであのブラックアウトしてもまあなんとかなるとか、はい、なんとかするといった流れです。全員入りました、はい、ありがとうございます。助手が入ってます。ここは操縦室と言いまして、はい、では行きます。ここは操縦室兼応急指揮所と言います。ここで何を管理しているかと言いますと、乗員の、水、あとはあちらにあります、
電看板では電気で、あとはシャワーとか浴びるときに、皆さんお家はもうオール電化、ま、かどうかわからないですけど、あのボイラー、温水ボイラーだったりとか、14時5分からそのボイラー丸の看板に置きます。蒸気を管理しております。76ミリ砲の総合電気を行います。こちらの方ではこの船は4台、はい、エンジンがついておりまして、フライスが下にあります。1台あたり2290馬力のエンジンが計4機あります。片軸に対して2機ずつで、上からの、先ほど環境行かれました、はい、環境からの指示測定がここに来ます。じゃあここで測定を回して、でここで見えてないんですけど、軸の回転数が分かるようになってます。警報鳴らす、警報鳴らしましょうか。誰か警報鳴らしたい人いらっしゃいますか。警報を切る。じゃあもうちょうどいいのでこちら来てください。ちょうどいいですね。こちらを左側に倒してもらえますか。はい。はい、やったー。はい、いいです。で、先ほどの警報が鳴りましたら、どこかの、はい、ラップがついて、ラップがついて、アドレがついてとか、はい。ここが大体メインの数になりますので、そこが一番最初だと思います。この下は機械、ここで分かる。はい。で何火災が起きてるってなってるので、実際の火元とかはもう乗員の人で見に行かないと分かりません、はい、もしかしたら警報器の誤作動かもしれないですし、実際に見に行かないと何が起きてるのかは分かりません。出さないな、水風とか風とかです。あとはこちらで、はい、もう空調も管理しています。はい、これは人間を冷やすのではなくて機械を冷やす。でも機械いっぱいありますもんね。機械を冷やす。ただエンジンが回るとここ真下が機械室なんです。うるさくて会話聞こえない。そこが乗ってるから悪いところですね。あと暑い。暑い。暑い。じゃあそのまま今度はまあ考えてて、前側の開口を見てそのまま終わりとなります。はい。最後ご案内します。ありがとうございました。燃料を他の船から受けるための、管になりまして、まあ、こういった、閉めている弁を開いて船の、燃料タンクに入れる、ピューって管が伸びてきてここにガシャンってつくって、そんな感じのイメージで、タンクに入れたら圧力上がっちゃうので、ここに圧力抜くための、空気管があるっていうイメージですね。なんかこうやってところどころ空いてるところは、まあ、外の空気を吸い込むための吸気口であったり、まあ、排気するための排気口であったり、まあ、こういったやつで空気を入れて、下には海水を入れる気を冷やすための海水を入れる管とか、そういったところがいっぱい船穴が開いてるんですよ。まあ、そういった穴のメンテナンスとかしながら、まあ、動かしていくって、それが大体機関化って言われる3分体の仕事なんですけど、まあ、とても大変な仕事ですね。はい、もう貝が住みついて詰まったり、はい、もう女医さんもこうガシャガシャガシャやって、はい、それを取ったり、もう古式にバーッとめちゃくちゃ貝が住んでたり、はい、はい、貝とかゴミとか汚れですね、はい、なかなかひどいものがあります。はい、まあ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 そういった地道な仕事をしながら船を動かしてます。はい、今日最後の案内になります。これが6人口径76ミリ速射砲って言います。で、だいたい1分間に80発、この大きさの弾を
連射することができます。で、大体どういったものを撃つためのものかっていうのを言えば、まあ、飛んでくる飛行機とか、ミサイルとかそういったものを撃ち落とすためのものですね。また、地上にある目標に向けて、撃ったり、海水上に浮かんでいる機雷を処分するために、まあ、使ったり、まあ、いろいろな用途があります。で、こいつはオットベララっていう、イタリアの会社がアメリカに脅されて早く作れって言われて作った大砲なんですけどまあ、それにしては非常に性能がいい、はい、世界各国で採用されておりまして、まあ、日本をはじめとするはヨーロッパの国々で大量に生産されてます。で、まあ、イタリア人なかなか細かい男たちなんですよ。結構こだわる。フェラーリとか見てても分かるとおり非常にこだわるんで、非常に部品が多いんですよ。あ、部品が多くてちっちゃい部品がよく壊れる。はい、で、これを日本人が勝手に100発タイプに改良した、改良したタイプがあるんですけど、日本人も細かいんですよ。部品がさらにちょっと細かくなってさらに壊れやすくなる。なんで日本人とイタリア人は一緒に仕事はしていけないっていうのがこの大砲から分かる教訓ですね。教訓、はい。で、逆にアメリカ人が作るやつは大雑把なんですけど壊れないんですよね。はい、まあ、横須賀の船5インチとかもあるんですけど、まあ、そういった船見てもらうと、まあ、全然考え方が違うな、まあ、それはそれでいろんな国の人たちいろんな考えが持ってていいなと思うんですけど、はい。で、なんでいきなりしゃべり出したっていうのがこれが私の仕事だからです。これは私運用上の唯一の仕事、大砲を撃つ、それだけです。はい、細かい仕事。今までちょっと黙ってきたのこれを喋るためだけ。はい、ちなみに運用員22人いますけど非常に練度が高くて、はい、大体100発撃てば、はい、80発ぐらい当てますので、はい、安心して国防を任せください。お願いします。以上で第3グループの、ご案内を終わりますが、最後に質問等ありますか。全部含めてですね、はい、特にないならもうこのまま案内して終わろうかなと思います。これが弾の頭で、ここに火薬が詰まってまして、撃ったらこれが抜けてこれだけ残ります。これが薬莢ってやつです。薬莢、はい、ちょっと大きさがバグってるんですけど、はい、ご視聴ありがとうございました。またお会いできることを楽しみにしています。チャンネル登録どうぞお願いします。